なら何より。 何かいるわ、近くに。 そこに修練時がいるわ。
何かいるわ、近くに。軽くあしらってやりましょう。この辺りジョブシューレンドキがいるみたい。気をつけて、敵の気配に。軽くあしらってやりましょう。回復いたしましょう。回復いたしましょう。気をつけて、敵の手配。敵のお出ましですか。気合い入れていきましょう。お役に立てたなら何より。さあ、始まる。なかなか絵になる戦いでした。ここは私の故郷なんだ。かつてはナバド村と呼ばれていた。子供の頃に流行り病があって、でもフィンダムには対処法がなくてね。そもそも病は報いや罰だと考えられていたんだ。ただ死を待つだけの日々、人がバタバタと死んでいった。やりきれない話だね。でもフィンダムは変わりました。怯えて死を待つだけの時代に父が終止符を打ったのです。今父は真なる木を救うために奮闘しています。フィンダムの未来は明るい、そう信じています。真なる木が腐るってのは竜が病気になるようなものか。真なる木と竜は不可分だから、そう言っても間違いではない。腐敗の原因を作ったのはどこからか現れたあの黒騎士だ。黒騎士は倒したから、あとはどうやってこの世界を救うかだね。精霊竜ヴィルミアと話さなくてはなりません。もちろん父にも帰還を報告しないと。おいおい、なんだあれは。向かってくるぞ。
戦の結果でしょう。